な顔の写真撮る。ファン、サポーター、スポンサーの皆様、たくさんの応援ありがとうございました。本当はなんか一つずつ、皆さんにありがとうと伝えたいんですけど、あまり時間もないので、割愛させていただきます。僕にとってこのサッカー人生プロ18年間最高に楽しかったです。それはたくさんの仲間、友達、家族、皆さんの支えがあったからだと思っています。誰に何と言われようが自分のサッカー人生は最高だったと心から言えます。そしてこの石井芸に入り、岐阜の良さをたくさん知らせていただきました。僕はこのチームが本当に心から大好きです。だから僕は来年以降この FC 岐阜でこのチームに残り、FC 岐阜と岐阜県を盛り上げていけるように努めていきたいと思っています。柏レイソルでプロとしてのキャリアをスタートしました。
ルーキーイヤーの2010年から4年間で J2 リーグ優勝、 J1 リーグ優勝、天皇杯優勝、山崎ナビスコカップ優勝とタイトルを次々と獲得、個人としても日本代表に選出されるなど日本屈指のストライカーとして活躍されました。2014年6月にポルトガルのスポルティング・クルーベでポルトガルへ移籍、2016年に再び J リーグの舞台に活躍の場を移し、柏レイソル復帰の後ヴィッセル神戸へ加入し、再び天皇杯優勝を経験されました。そして2022年 FC 岐阜に加入、共に2シーズンを戦いました。さらに本日の試合出場で J リーグ通算300試合出場を達成されました。14年間の現役生活最後に田中純也選手よりご挨拶をいただきます。それではよろしくお願いいたします。サポーターの皆さん、今日も応援ありがとうございました。本当にサッカーというスポーツ、サッカー選手という職業は僕にとって夢で、その夢を実現して本当に最高の経験を積むことができました。こんな幸せな職業はないなと実感することができました。たくさんの素晴らしい仲間に出会い、たくさんのタイトルを取って、たくさんのサポーターに喜んでもらって本当に幸せでした。運よく本当に、自分が所属したチームでタイトルを取ることができたので、 FC 岐阜でもタイトルを取って昇格させたいと思いで2年間努力してきました。それを達成できずに本当にすいません。でも僕の思いは必ず後輩たちが達成してくると思っています。ここの後輩たちは本当にポテンシャルを秘めていて、これから必ず大きく成長してこの FC 岐阜を強くしてくれると思っています。なのでサポーターの皆さん、ぜひ友達たくさん呼んで、来年以降も FC 岐阜の試合見に来てください。よろしくお願いします。本当に14年間サッカー選手として戦ってきて、丈夫な体に産んでくれたお母さん、ありがとうございます。そして柏レイソル、ヴィッセル神戸、スポルティング、FC 岐阜、すべての指導者の皆様、本当にありがとうございました。そして、柏レイソル時代に出会い、ポルトガル、ヴィッセルと、全ての場所についてきてくれて、
一番近くで支えてくれた奥さん、本当にありがとうございました。僕のサッカー人生は終わりますが、とにかくサッカーというスポーツ最高です。今見てる子どもたち、ぜひサッカー選手を目指してこの日本をもっともっと強くしていってください。ありがとうございました。